ラジオで福島省ご覧いただいて、ありがとうございます。ます今回は浪江町。浪江です。ね<ー>、はい。いろいろありました。あれよく。あ、え、行ったことは。もちろんあります。あ本当ですか。はい。あの聖火リレーの時に。うん、ちょうど。道の駅浪江でリポートをさせていただいたので。はい レナちゃんが、はい、あ中継でそこに行ったわけですかでそうです思い出深いですね、うん、でもこれ不思議とあの道の駅浪江も、うん、ゆっくり見たらいろんなものあるんだなと思ってあの入りましたかいや今回は私ね本当にロケっていろいろあるんですよ、うん、あのなんだろうこうすっごい体力を使う半日ぐらい時間を取られるハードなロケから、はい、すごく修学旅行のような なんか楽しく学んで、うん、もう本当そんな疲れないで帰ってこれるご褒美ロケまでいろいろあるんですけど <laughs>、はい、今回担当の方はご褒美っぽいのが多い方なのでソフトクリームもありましたしね <laughs> <う>絵付けもしたし今回は絵付けをしてソフトクリームを食べて、うん、そしておうどんを食べて終わるという、うん、あうどん見ました食食食べた食べたって言ってた西内食堂 美味しそうだったいやこれあの行ったことない,ないダメダメそれではダメだと思う <laughs> でも人気店なんですよね超超人気店だと思うよもうあのコンテナの中に椅子とテーブルあるんですけど、うんはい、いっぱいになった時用にコンテナとコンテナの間の外にもテーブルがセッティングされているわけ、うん、テラス席ってことですか、まあ、テラス席,席になるってあまあいう外席みたいなのがあるんですけど<ー>でも普通 暑い日だとやっぱり辛いじゃない。辛いですね。でも私行ったの夏休み中でしたけど、やっぱりそこでも食べないと人がやっぱりいっぱい来られるから。<ー>いや次から次へ来られるのよ。満車ですか、満席ですか。もう満車満車、満席満席、待ですよ待食べてみたい。でも本格サヌキうどんなんですよ。うん 何がう違うんですかやっぱりえやっぱりその例えばうどんの太さとか、うん、あとはその弾力というか、はい、そういうその本場の味っていうのを楽しむことができると思あと薬味もいっぱいあって美味しそうでしたよね、うん、ねあのぶっかけねいろいろ温泉卵とかこう、はい、天かすとかいろんなものが載ってるんですけどただあそこがすごいのは、うん、あのうどんだけではなくて丼、はい、系もあるんですよおあのがっつりお米食べたい方にっていうことで、うん、何丼ですかあでもなんか 天丼いっぱいいありましたよいろんなのが載ってるそのゴージャスなものから何からでどっちも食べられるってことです、ね、食べられるだから両方楽しむことができるっていうことでいやあそこはね今回私びっくりしました美味しかったなんか羨ましいですねもう本当にであとソフトクリームも美味しかったあのえー、っと <laughs> なんだっけ甘,甘酒甘酒のソフトクリーム、うん、これも本当においしかった下にプリンは入っててでプリンも多分甘酒使ってらっしゃると思いますえー そこの本当にこう、ね、もうバランスバランスなんですよ程よい甘酒と口どけとほんと美味しかったなんか結構ハードなロケ多いじゃないですかうん本当に <laughs> 本当にハードなの多いんですよで今回はこれでいいんです,んです、ね、私本当にもういいんですかこれでって聞いたぐらいですか、うんはい、あそのぐらいもうご褒美だった、うん、あとは絵付けでしょ、はい だからすごかった。あ、そう、え、そう、そう、そう、見て、見て、見て、これ、見て、見て、見てください。これ、紹介すこれ、これ、もう大盛り相馬行って、見て。あ、この馬の表情、今、今、これ出てきそうじゃない。<笑>何笑ってんの、今、これマグカップから馬が飛び出てきそうじゃん、ちょっと。ほ <laughs> れ、ほれ。え、え、え <laughs>、ま、回してみてください。ほ <laughs> れ、ほれ、ほれ、回して、ほれ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 。ほれ、ほれ。 後,俺後ろ足まですごい俺俺 <laughs> 足ねも結構長めですねすごいでしょうねさらに「鏡に立っちゃ」って書いてあるから本当だ気づかなかったねえいやあカメラさんもお上手ありがたい話でね <laughs> 世界に一つだけの大堀相馬焼きですよねのいやあの大堀相馬焼きをんだろう、まあ、自分で焼いたわけではないですけど、うん、この独特のね青ひびもあるし、はい でこの馬、うんはい、ねそして、えー、まあもう一つはねあの二重になっている部分もあるんですけど、うん、これはねマグカップであれですけどすごいですよ、ね、でえっ本物本物って俺が偽物みたいなって言ってるねこっちは取っ手がない二重になっている大堀相馬焼きよく見ますよねすすあの二重になっている大堀相馬焼きなんですけどこれはあの なかなか中のお茶とかお湯が冷めないように、うん、そしてあの持つ人がそんなに熱くないようにということで、うん、二,重二重になってるんですよ各家庭に一つはありますよねねえ大栗相模焼きってあるよねありますありますいや見て見て見てこれが本物と偽物違うわいやいや本物どっちも本物両方本物 <laughs> 絵が偽物なだけで、ね、絵が偽物じゃない違うわ絵が偽物なんじゃないえちょっと待って本,物本物の絵はどんな感じ あ本物の絵が確認したいですね。本物これが本物の絵ね。わあこれこれ。ちょっとちっちゃい。本物本物。ちょっと鏡でさの大きいんじゃ。あと見てみるこれ。ほれ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 。でけえなおい。迫力が。ね迫力は負けないよね。負けない。やっぱ誰でもできるんですよね。すごいね。いいの。予約をしていただければあの皆さん大丈夫なんじゃないですか。工房の中に入って。あの絵付けた後なんか。 あ、ろくろありましたから実際作れるんです多分ね多分できるんだと思いますよいいなあうんですからあそこの道の駅はすごいんですよすすすごいですね、ね<あ>集結してます、ね、ただ私道の駅しか喋れない道の駅しか行ってないから今回そあそっか全部道の駅でそう,そうああとあれだあそうですよ 3D プリンターで見,て見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 てこれ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 見てくださいこれこれえ,えっと何コンピューターふ 3D ああえっと、えっと、富士コン富士コンピュータさんだ富士コンピュータさんの 3D で作っていただいたんですよこれねこれち,ちょっと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 ああすごい安定感見てこれか <laughs> かわいらしいそのままちっちゃくしたみたいですね本当だね。ね ええー、ありがとうございますこれはすごいなんかすごい、えー、メイドのメイドの磨きは一生の思い出 <laughs> ごめんなメイドの磨きじゃないて<か>一生の見てください私もあれちょっとあなたショートカットの状態であなたの可愛い,いじゃんちょっと実物より可愛く作っていただいちゃいました素敵あらよくできてるわえー、どこに飾ろういや私はちょっとどうするこれ よくできてるいやい後ろから見てそっくり後ろ姿もうんそっくり立ち方が似てるちょっと私内股なんですよ<や>似てるこれ私の立ち方です本当に指定しましたですよねちょっとこれからここに置いてこれからやっていきましょう <laughs> いいねいや本当いや浪江はねいっぱい行きたいとこあっていや本当ですねあまりにもいっぱいあったから今全部忘れてるもん俺。全然何放送したかということでお時間ですラジオで福島をご覧だきましてありがとうございました